キックオフ福島。いわき FC は秋田、栃木と連戦。福島ユナイテッド、ホーム初勝利なるか。福島のサッカーの未来のために、福島の未来へキックオフ、キックオフ福島。こんにちは、キックオフ福島の時間です。先週から元福島ユナイテッドの遊佐克己さんとお伝えしていますが、今週は日本サッカー協会の指導者養成講習会への参加のためお休みです。ですが VTR で登場します。まずはいわき FC です。アウェーで2日に秋田との東北ダービーを戦いました。13位の秋田と今シーズン2度目の対戦。前回はホームで0対1で敗れ、雪辱を果たしたい白のユニフォームいわき FC。 前節右サイドバックの江川は出場停止。この日は石田が4月23日以来の先発起用です。前半18分の秋田、これは鹿野がナイスセーブ。前半終了間際のいわき、石田のシュート、これは惜しくも枠の外。エンドが変わって後半11分のいわき、右サイドから崩し、最後は谷村。続いて13分、20歳の石田が持ち込みシュート、積極的に攻め上がります。27分、有田のアーリークロスに感動。後半いわきが猛攻を見せます。しかし後半33分の秋田、右サイドからのクロス、こぼれたところに三上、いわき先制を許します。試合終了間際なんとか追いつきたいいわき。川村のクロス、家泉が競り勝ってこぼれ球に岩渕、これがファウルとなり PK の判定。ディフェンダーの足が岩渕に当たっています。キッカーは前節怪我から8ヶ月ぶりに復帰した岩渕、これを冷静に決めて2試合連続ゴール。試合はこのまま1対1で終了。土壇場で追いついたいわき FC、 次につながる勝ち点1を手にしました。この勝ち点1を次に向けてどういったふうに生かしていきたいでしょうか。本当に全部勝たないといけないですし、次も上位が近いチームなんでホームですし、中2日ではありますけど、チーム全員で勝ちに行きたいと思います。アディショナルタイムの劇的な同点劇でした。そして遊佐さんが注目したのは、いわき FC が攻撃の時、選手がボールを追い越してどんどん攻め上がってくるプレーでした。いわき FC の選手たちがどんどん前に追い越していけるのは、後ろの家泉選手、遠藤選手の対人の強さ、守備範囲の広さが私は要因だと思います。鹿野選手の前半のファインセーブ、90分通して安定したプレーが岩渕選手の同点ゴールにつながったと私は思います。試合を見るときに前の選手に注目が行きがちですが、後ろの選手に注目して見るのもサッカーの楽しみ方の一つかもしれません。続いてもいわき FC です。中2日で水曜日にも試合が行われました。赤のユニフォームいわき FC、ホームに17位栃木 SC を迎えての一戦です。雨の中、たくさんのサポーターが応援に駆けつけました。スターティングメンバーはこちら、永井が10試合ぶりの先発です。前半8分のいわき、センターバック遠藤が攻撃に絡んで、最後は永井、積極的にゴールを狙います。続いて11分、細かいパスをつないで攻め上がります。
有田の折り返しを山下、流れるようなパスワークでゴールに迫ります。対する栃木は24分、クリアミスを拾った根本、これは鹿野がファインセーブ、ピンチにしのぎます。両チーム無得点のまま勝負は後半へ。後半5分のいわき、下田が仕掛けて谷村へ、後半開始から攻め込みます。そして26分のいわき、宮本の長いパスが岩渕へ、これが決まっていわき先制。難しいボールをうまく収め右足を振り抜きます。大怪我から復帰の岩渕、3試合連続ゴールでチームを救います。いわき FC は最後までこの1点を守りきり、2試合ぶりの勝利で4試合負けなし。今後の巻き返しに期待がかかります。決勝点のシーン振り返っていただきたいんですが、いいボールが来て、トラップだけ集中して、雨降ってたんで下の低いボール強いボール通っていうふうに思ってたんで、それがうまくいってよかったです。見事な3戦連発でした。これでいわき FC は残留権との勝ち点差がなくなりました。そして遊佐さんが注目した選手がこちらです。栃木 FC 戦での良かった選手はもちろん岩渕選手です。何度もゴールに向かうドリブル、思い切りのいいシュート、自分が試合を決めるんだという強い意志を感じました。後半70分の先制点、宮本選手からの素晴らしいパスを受けてファーストタッチでゴールに向かうトラップができたからこそ、思いっきり足を振り抜くことができたと私は思います。3試合連続ゴール、素晴らしいゴールでした。はい、明日の試合で4戦連発にも期待がかかります。それでは J2 リーグの順位表です。いわき FC は勝ち点24、21位と変わらずです。明日夕方6時からホームで水戸と対戦します。またいわき FC のホームゲームではホームアウェー両サポーターが対象で、湯本駅からスタジアムまでのおよそ3キロを歩いて来場した方全員にグルメブースなどで使えるクーポンをプレゼントするエキスタウォークを開催しています。湯本駅前でスタッフからスタンプカードを受け取って参加してください。詳しくはいわき FC のホームページでご確認ください。続いては福島ユナイテッド FC、 ホームで奈良と対戦しました。未だホームでの勝利がない福島、サポーターが望むのはもちろん、ホームでまだ0試合なので、ここでは一勝決めたいと思ってます。今日こそサポーターに勝利を届けたい福島、スターティングメンバーはこちら。前節から4人入れ替え、堂花、上畑、小林、森が先発。森は今シーズン初のスタメン起用です。前半15分、白のユニフォームなら右サイドからクロス、浅川が合わせ先制。27分の福島、左サイドでパスをつなぎ上がってきた塩浜へ、このシュートは相手ディフェンダーに弾かれます。前半41分にはミスをつかれ追加点を許します。苦しい展開になった福島は後半から須賀川市出身で新加入の柴田を投入。後半8分、福島のコーナーキック、堂花が合わせますがキーパーがクリア。後半13分の福島、柴田のスルーパス、延べが抜け出しクロス、長野が合わせますがまたもキーパーに阻まれます。後半14分、
奈良のカウンターから3点目を許した福島。その後も奈良の猛攻を止めることができず、今シーズンワーストの5失点。ホーム初勝利をサポーターへ届けることはできませんでした。まあ、負けてる状況での出場だったので、まあ、自分のところで流れ変えたかったですけど、まあ、いい方向にチームを動かすことができずに、まあ、自分が移籍した意味っていうのはやっぱチームを勝たせるためだと思うので、まあ、そこをまず今日の舞台で、成し得なかったってことは非常に悔しく思っています。湘南ベルマーレから移籍しました須賀川市出身の柴田徹選手の J デビュー戦を勝利で飾ることはできませんでした。それでは J3 リーグの順位表です。福島ユナイテッドは4勝9敗3分けで勝ち点15の18位、順位は変わらずです。明日夕方6時からアウェーで3位の鹿児島と対戦します。福島ユナイテッドに期待することを湯佐克美さんに聞きました。奈良クラブ戦を見て感じたことは、技術戦術云々じゃなくて、目の前の相手に絶対負けない、ミスしたら全員で奪い返す、そういう気持ちの部分、魂の部分が一番大切だと感じました。そして攻撃の時、ボールを持った選手を後ろの選手がどんどん追い越していく、そして俺が点取るんだ、全員で点取るんだっていう姿勢を出すことによって結果はついてくると感じました。次節は熱いプレーを期待します。そして番組ではサッカー動画を募集しています。ユサさんに質問したいことがあればキックオフ福島の公式ツイッター、そして公式インスタグラムから送ってください。番組内でご紹介してお答えします。次回はユサさんも戻ってきます。また来週です。